通してみると大体のも方向性がここで確立されてるんですよね。実際はそのねキャラクター自身アスラに置き換える時点で、ね、はい、ディテール含めてニュアンスは全然違うし、これはこれで完全に仕上がってるんですけど、こういうアプローチでそのポージングを考えられるっていうのは割と一般的なんですかね。一般的なのはやっぱり絵なんですよね。イラストポーズのイラストを描いてそれから作るっていう感じなんですけど、まあ、6本の腕がじゃあどっから生えてんのとかってそうです、ね、いっぱい描かないといけないんで、6本の腕の人はいないですからね、はい、あと絵って何気に若干違うかって嘘をつけ、絵なりの嘘みたいなのがあるので、そこでもまあまあ、悩むだろうなっていう部分もあったんで、まあ、じゃあ作ってみようという形で、まあ、少しでも時間短縮になればっていう、それはこうそうしましたか。いやもう本当助かりました。本当は原型師っていう仕事が絵から自分なりにかっこよく咀嚼して作る得意もあるんですけど、今回は本当あのポーズがもうすごいかっこいいのを提案してもらったんで、あとはもうこのアスラの独特なディテールとか細かい作り込みなどに集中して作りました。はい、もうポーズのことはほぼ考えずに、じゃあもうできればね実際これをでですね、実際に鈴木さんからそのぜひ見てほしいところとか、その、はい、一番苦労したようなところとか、そういうのをちょっとお聞きできればなと思うんですけど、まあ、一番苦労したのはここですね、ここの肩周りの腕の生え方、CG ではどうしても境目ができちゃったりいろいろしてたんで、はい、実際ものになれたらどう生えてるのかとかくっついてるのか、あとこの鎧の関係性ですね、前後の関係性などいろいろすごい考えて、自分なりにかっこよく、でもそのゲームの CG のイメージは崩さないようにっていうのはすっごい考えて、ここだけはよくできたなと自分では思ってますけど、はい、あれですね、ゲーム画面で見てもその実際の凹凸ってなかなかね、見えないじゃないですか、はい、実際その CG のモデルとしては作られてはいるんですけどね、そこは画面に出た時には微妙な凹凸だったりっていうのはなかなか見えなかったりするので、そこはとですね、しかもあれですよね、これだけ激しいポーズを取ってるっていうことは、あの何でしょうね、自然に曲がるというか、あの CG だとね、あのよくあるんですけど、こういうところに実はちょっと折り目が出てたりとかするんですけど、うん、そういうところすごいそれの解釈が、ね、はい、苦労されたで、はい、あと個人的にはすごいあのかなり驚いてるのがですね、実際アスラのゲーム画面のキャラクターってその影が落ちてるところってちょっと斜線を引いたように影が出てるような CG 表現をしてるんですけど、はいはいはい、まさにそういう雰囲気っていうのはここの腹筋のあたりとかすごい再現してもらっていたりとか、本当にその服の模様とかここの、 あの腰布とかの表現ですとか足とかですね、足首とかすごい作り込んでもらってるんですけど、その辺もゲームの画面上で見える雰囲気っていうものをここやっぱり再現しようとしてもらって、服の質感とかはすごい自分なりに考えて、実物だったらこんな感じなのかなっていう、はい、まあ、影というかこの斜線部分に関しては結構大胆に入れるのが勇気がいるんですよ、そうですね、特に顔なんです。そう、ただあのゲームで皆さん一番見るわけじゃないですか、ユーザーさんはその時に見えるのに入ってないのはないよねっていうところ で、ね、考えるとそうですよね、影に線を入れるっていうのはすごい漫画的な、うん、はいはいはい、そうですね、それを立体で本当にやってしまうっていうのは、そういうことか、はい、かなりそうですね、かなりチャレンジャブルというか、はい、そうですよね、それがうまくいくかどうかなかなか形にしてみないとわからないみたいな、ね、そうですね、はい、で実は非常に大きなポイントとして、はい、色、はいはい、今回のポイント実はね結構事前に、はい、あの北本さんとは打ち合わせの時から実は、うん、あの検討してたんですけど、はい、やはりゲーム画面におけるアスラの配色をそのまま表現するんじゃなくて、はい、こういう形でね本当に仏像、はいはいはい、みたいな色の方がいいんじゃないかという提案は実は、はいね、あの北本さんの方からセンチナルさんからいただいてたんですけど、その辺も、はい、あれですかね、立体映えする、はい、
よりさせるためにっていうことですよね。そうですね、さっきの影のモールドもそうですけど、まあ、今回ディティールが本当に激しいんで、まあ、そこのまあ造形美みたいなのを、まあ、あの一番表現しやすい形がまあこういう、まあ、テイストなんじゃないかっていうので、まあ、鈴木さんとも相談したんですけど、はい、ね、実際こう見るとあのあれじゃないですか、お寺のね、はい、あの山門とかの仁、はい、をいわゆる超えてくるような、はいはいはい、そのまんまの感じがすごく出ていて、はい、ある意味そのゲーム画面におけるアスラとはまたちょっと違う魅力を結構打ち立ててくれてるのかなって思って、はい、僕自身はすごくこれはかっこいいと思ってるんですけど、はい、まあ、色に関しても、まあ、鈴木さんは結構 なんていうかな引き出しを持ってるんで、はい、まあ、だから試しに腕だけ塗ったんですよね。そうです、はい、でまあダメだったら次のパターンもチャレンジしようみたいな形もあったんですけど、まあ、それで何度か、まあ、トライアンドエラーを繰り返して、まあ、これが一番ハマるねっていう形で、はい、なんかねパッと見たらなんか本当に木を掘って作ったかのような見え方もするって、でもすごく本当に自分から見ると逆にその仏像ってよくあの白黒写真で撮った方が一体感が出てかっこいいなんて言うじゃないですか、うんうん、はいはい、まさにそういう本当に何でしょう、男筋肉質のキャラのフィギュアであるからこそ見てほしい、はい、その筋肉のこう隆起みたいなものをより際立たせてくれてるのかなと思うんですけど、はい、うん、ぜひともこれはね本当に実物をお見せできないのがすごい残念なんですけど、あの非常にあの独特の雰囲気を持ったあのクオリティになってるかなと思います。 What's that? Unbelievable! This is an emergency! A UFO is approaching the Earth! Finger! Is that a finger? Unbelievable! Jesus! 永遠の少年たちに送る逆境粉砕アクションドラマアスラゼロス。タプコン。